宮古春美2月22日体は日本の女性演歌歌手。本名北村春美。京都市生まれ。レコード会社は日本コロンビアに所属。所属事務所はコロンビア音楽芸能サンミュージックプロダクションプロデュースハウス等を経て再びサンミュージックに所属。血液型は B 型。春美説と呼ばれる独特の力強い歌唱法を持ち。 昭和後期を代表する国民的演歌歌手として数多くのヒット曲を世に送った京都市出身。父は在日韓国人の李マサツグ、母は日本人の北村松代でハーフである。小学校の時から北村春美の名で通い京都市立唐苦中学校の卒業証書を手に取った時初めて自身の本名が李春美であることを知ったという。芸能好きの母親が 春美が5歳の時から日本舞踊とバレエを習わせ、6歳の6月6日から母親自ら浪曲と民謡を教え始める。洛陽女子高等学校の当時の学校長の話によれば、いきなり歌手になります。と言って中退したそうである。当時似たような若者は多く、そのうちの一人としか思っていなかったが、大成功した。 在学当時から歌ばかり歌っていて成績はかんばしくなかったと言われている。1963年、第14回コロンビア全国歌謡コンクールで優勝。1964年、困るのことよでデビュー。同年、あんこ椿は恋の花がミリオンセラーになる大ヒット、第6回日本レコード大賞、新人賞を獲得する。春みせつと呼ばれるうなり声のような 力強い拳回しや波打つような深いビブラートが独特で昭和40年代50年代にかけて数多くのヒット曲を生み名実ともに日本を代表する女性演歌歌手となった1973年サンミュージックプロダクションに移籍1976年北の宿からで第18回日本レコード大賞 FNS 歌謡祭最優秀グランプリなど数々の音楽大賞を受賞する。1980年大阪しぐれで第22回日本レコード大賞最優秀歌唱賞を受賞。なお、当時の日本レコード大賞で大賞、新人賞、最優秀歌唱賞の3冠を達成したのは都が初の快挙だった。1984年3月人気。 実力ともに絶頂だった36歳において、普通のおばさんになりたいと突然の歌手引退を宣言。年末の第35回 NHK 紅白歌合戦出場を最後に一旦引退。この年は、都の引退に際して、各種メディアが特集番組を組むなど、一種の社会現象となった。一人体までの20年間のレコードテープの総売り上げは、 日本コロンビア調べで630億円に達し、1984年12月の1ヶ月だけで4億5000万円を売り上げた。1987年、音楽プロデューサーとして活動再開。新人女性演歌歌手山マさくら、キムヨンジャのプロデュースを担当する。1989年、サンデープロジェクトに普通のおばさん代表として登場。 コメンテーター及びスポーツコーナーのレポーターを務めるが、この頃、同年6月に52歳で亡くなった、ミソラヒバリの不法に触れ、印象的なコメントを番組内で発表。これを機に歌手復帰を決心する。またこの年の第40回 NHK 紅白歌合戦に出場し、アンコツバキは恋の花を歌唱。引退後、丸5年ぶりのステージだったが、 以前と変わらぬ歌声を披露し、復帰の声が一層高まる。翌1990年、歌手活動の完全復帰を発表。従来の演歌にとらわれない幅広い作品も歌うようになる。2008年、新東京国際空港2期工事予定地内にある反対派農家の庭で開かれた三立家の星空コンサートに出演した。このコンサートは反対派だけでなく、 周辺市長や新東京国際空港公団等も支援して開催された。当日は、曇り空で星は見えなかったものの、涙の連絡船、あんこ椿は、春の恋、二人の大阪、好きになった人等20曲近くを熱唱した。2008年、デビュー45年目を迎え、三大劇場座長公演を行った。 個人事務所の社長で長年私生活でもパートナーであった中村和義が死去。2009年、個人事務所のプロデュースハウストから古巣のサンミュージックプロダクションへ復帰した。2005年、芸術編集文部科学大臣賞を受賞。2010年、四十宝賞を受賞。2015年11月24日、東京国際フォーラムでの全国ツアー最終日に、 翌2016年の1年間単独コンサート活動を休業することを発表。また、同年12月16日には、五木博士司会の音楽番組、日本の名曲人生、歌がある3時間スペシャル宮古晴美トリビュートへの登場をもって、テレビ出演も見合わせている。翌2016年2月18日、TBS ラジオ、大沢優里の悠々。 ワイドにゲスト出演したものの、とは充電中の近況を、精神的にスッキリした感じと報告の後、この歌でもういいかなと思うこともある。いい詩に出会えばいいけど、なかなか巡り合わないなど、具体的な活動復帰には、否定的なコメントを残した。とが、マスメディアに登場したのは当番組が最後となり、2021年現在も、芸能活動は、歌手業も含めて、 完全休止状態となっている。2021年、元俳優の矢崎茂と共に、東北地方でホテル暮らしをしていることが、フライデーに報道された。父は在日韓国人で、このことは1969年に、週刊平凡において、晴美の母がインタビューに答える形で公表。だが反響が大きく取材が殺到、仕事に影響が出ると考えた母はこれ以降、 取材を受けなくなった。それから7年後、レコード大賞を受賞した際にはそういった羊の人間がレコダイを取っていいのかというバッシングも一部では見られ、賞を辞退しようかとも悩んだという。京都出身であることにちなんで、当初は K. 春美という芸名でのデビュー予定だったが、すでに他社で同盟の歌手がいるとわかり、宮古春美に変更された。有田吉布とは、 アリタの歌や、宮古コ・美の取材及び執筆を機に親しくなり、都の公式サイトでは、アリタを、宮古コ・美の大親友としている。中村和義の死去の際、アリタは中村を、兄のような存在だったと述べている。当時、西郷照彦のマネージャーをしていた、相沢秀貞は、あんこ椿は、恋の花が、大ヒットし、レコード大賞に出演していたとをみて、 今まで味わったことのない、気、オーラを感じ、ぜひともマネージメントしたいと思ったという。人の母に毎晩電話するなどしてアプローチしたこともあり、約9年後に、とは、相沢の、サンミュージックに所属することになった太平トリオの、ひいきだった母に連れられて幼少期から、歌謡浪曲賞に親しみ、暗黒椿は、恋の花の歌唱に際しては、母から、太平夢人のくいふ回し、 小節回しを参考にするよう指導された結果、これを大ヒットさせた。実前も野川明美という芸名で歌手デビューしたが、ヒット曲には恵まれず引退している。との登場以前は、演歌においては、チリメンビブラートと呼ばれる、細かく、振れ幅の狭いビブラートが主流だったが、彼女は、超二度以上、4ヘルツ前後の、ややゆったりとした振れ幅の広いビブラートで歌い、 聴衆に衝撃を与えた。2010年3月15日放送のスマップスマップでは、コントスマザンボイルの準決勝編に北村晴美として出演、岩崎義美のタッチを拳たっぷりに熱唱した。超査者、品川温度会一鳥 NHK 紅白歌合戦、出場歴デビュー2年目の1965年、第16回 NHK 紅白歌合戦に初出場。 以降、1984年第35回 NHK 紅白歌合戦での引退まで20回連続で出場した。その間、1976年には北の宿からの大ヒットを背景に、それまで美空ひばりと島倉千代子の独占状となっていた赤組鳥の座を12回目の出場で初めて射止めた。1989年、 第40回に出演したのをきっかけに歌手業に本格的に復帰し、その後も9年連続で紅白に出場していたが、通算で29回目出場の1997年、第48回 NHK 紅白歌合戦が最後の紅白出場である。翌1998年に紅白を卒業したいと自体してからは一度も出場していない。ただしとは実質、 落選だったが、番組側の配慮で、事態との形になったとする説もある。実現には至らなかったものの、幾度となく赤組司会の候補にも上がった。2011年9月8日に開催した同期である、五木博士とのジョイントコンサートの場で、五木から紅白卒業を撤回すべきとの進言を受け、紅白はいつも見ている、私はもう卒業したのでと返すやりとりがあった。なお、 都の通算紅白出場29回は赤組歌手としては1997年第48回の当時において島倉千代子に次いで歴代2位の記録である。さらに都の20年連続紅白出場20回は女性歌手で1984年第35回の当時で島倉に次ぎ水前寺千代子と並び歴代2位体の記録である。CM ありがとうございます。